いや、かわいい。背中に黒い数字が入ってて。本当だ。絵になるよ、これね。なあ、絵になるよ。やだ、かわいいだ。やっぱりこれが一番体格がいいかや。これがでかいですね。足なんかも太いもんな。太い太い。お前行くなって言ってんじゃねえ、俺が、親が。こう言って。もうこう行きな、ほら。お母さんが呼んでる。よいしょ。やっぱりおっぱい飲んできな。こんなんでもあれなんだね。好奇心が旺盛なんだろうね。旺盛なんですよね。来るんだから。親がみんなあれ、おしっこんち舐めちゃって面倒見んだもんね。ねえ、すごいやな。愛しい我が子っていう感じだよな。このお母さんはもうベテランなんだよ。上手な子育てが。あ、そう。なんかもう経験してるみたい、してるみたい。死んじゃったんじゃ、ベテランを派遣するからみたいな、うん、あ、そうなんだ、それで来たんだ。そう。だこっちのほら、親が産んだら面倒見ない、もう一匹残ってるかもしれないから、うん、もしかしたら他の子のも面倒見るからって、これはって。あ、そう、見そう、見ないらいそう、うん、どうだかね。でも自分のお腹が重くてよたよたしてんだから、人の子の面倒なんか見れねえよきっと。やだ、かわいいだ、めちゃかわいいや。ねえ、で電気も水道もねえから、本当に環境は大変なんだけど、うん、電気でもあればね、これ電気で一個つけておいてあげればあったかいじゃない、うん、裸電球一個に、ここで産んだの？こん中で産んだ、やっぱだから本能なんだよね、うん、虹あんまり食べないんだ。もう食べ飽きたよ、いっぱいあげたから。人間だって同じもんが食ってりゃな。そうそうそう、興味示してるわだ、この人参だってあれだ、今でこそこうやって腐ってるけどさ、うん、何でもないの山にのずみになってんだよ。規格外だからって売れないって。もったいね。農協が弾いたやつを、んでこれ人に売ったら、あの、あれだって問題になるから、うん、動物にあげるならいいよって言って。ああ、そう。だから捨ててすぐなんか何でもないんだよ、形を、あの、うん、悪い、でかすぎるんだ、みんな大体。あ、規格外になっちゃう。そうそう、もったいねえな。こういうのをな、処分しないでよ、うん、給食用とかなんかにはこれでいいじゃない。そう、無駄なくてね、あ、やっぱこれが一番でかい、顔がでかい、足も太い、しっかりしてる、うん、ほら、もう近くで打つと大人みたいだもん、うん、お前じゃないよ。でもこうやって普通さ、子供がいるとすごい親が普通は攻撃的なんじゃない、うん、やんやん優しいんだね。優しいんだね、もう人に慣れてるの、うん、普通は攻撃的になるよね。で一番奥に行った時、俺はこうハイハイで入ってったら、うん、怒ったやつのでガーンってやられて、おお、いやいや危ねえと思って。本当だ、あら、いいもの見せてもらった。やったら見らんね、こんなちっちゃいの。ちっちゃいのね、うん、生まれたてだ。これ模様もいいんじゃない、なんとなく、うん、バンビみたいだね、うん、まあ、そうそうそう、小鹿のバンビみたいな、うん、小鹿のバンビだよ、ほんとに。おっぱいがすごいんや、でっかい、もう垂れ下がってるもんね、額ついちゃってんだよ。今度絞ってみっかな。怒るだろ。いや、怒んないんじゃない。どうだか後ろ足で蹴っちゃっちゃいてよね。いてよ、畜生だから。だから馬なんかすごいんだってな、うん、馬はだから後ろ回って何かしちゃダメだって言う、ね、そうこの興味津々。もうお腹入ってそうもねえかや。でもでかそうにも見えんですけどね。でかそうにも見えんだよな。お腹入ってそうにも見える。うん、これから見んと、うんとちっちゃいもんな。うん、あれで落ちたら難しいのかもな。やだ、かわいいだ。興味津々なんだよね、これ。興味津々だ、ほら。
外の世界があるじゃないか。お母ちゃんとこ行きなさい。お母さんとこ行きなさい。いやだ、かわいい。目もかわいいね。じゃあおばちゃんとこ行きなさい。おばちゃんとこ。おばちゃんとこ行きなさい。かわいいね。あんた元気に育ってね。かわいい。怒んないからね。他の動物だったら怒るでしょ。こうやって子供触ったら親がもうとんでもないことだよ。はい、ね、よしよしよし。あっち行きな、寒いから。外の世界まだ寒すぎる。そう、ね、あこれはしっかりしてた。やだ、かわいいな。お顔見せてください。はい、はい、パンダ、パンダ目。パンダ目だよ。パンダ目です。ねえ、かわいいな。あったかいや。これはかわいいや。まあ、これ心配そうに見てます。サルか？なんか蹴って泣いてる、ほら。ヤギ泣く、こうやって。あ、ヤギ泣かない。サルじゃない。ね、よし、やっつけてきよう。はい、もうお母さんとこ行ってなさい。本当だ。お母さんよく怒らないやん。怒んないんですよ。もう威嚇するよな。慣れてんですよね。慣れてるもん、これ。うん。普通は威嚇する。はい、すいません。すいませんね。貴重なものを見せて。泣いてるもんね。うん。フェンスのとこにいたよ。ほら、屋根映った。物置きだからね。貴重なもの、すいません。どうもどうも。これはかわいいや。